俺らこっちの高台から見てるからね。大志くん。あ、はいはい、そうですね。歩きてるじゃん。いやー、すごいね。次2枠、佐藤さんと田中さん。はい、スタートです。20分前半です。早くのジレッコ。隣隣隣隣。ガラガラ。じゃあ。みんな見てこい。次行きたいけど当たりが当たった。みんなついてこい。頑張れ。つまんでつまんでない。めっちゃ当たるんだけどな。はい。おお、ちゃんと。抜けた。カフェが来るんじゃねえ。早いんだ。抜けたね。おお。やれ、俺置いてけぼり。なるほど、なるほどと思ったのかね。ちょっとあー、ダメだ。早いおじいちゃん。
かんないじゃん。知らない。バレたバレた。あれ1分前。ドキドキ。ドキドキ。超怖い。あ、足伸びた。あ、行っちゃった。抜けた。サドンデス。あ、そっか。全員同じな。いや、俺負け。10秒前。終わった。サドンか。このサドン怖えな。スタートだよ。発車にしちゃダメなんだよ。お疲れさんでした。3位。お願いします。いない。もしかしていない。手前に。珍しくあれですね、歩用のガムも巻いてきました、今回。普段のガムより重いやつ。あれ、大沢さん行き当たりばったりとか言ってなかったっけ？あ、言ってましたね。大沢さんのね、そんなの信用しちゃダメですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。 TG 初優勝、金メダル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 がありますからね。ありがとうございます。ゴールドメダリストですから。勝つとなるかな。ゴールドメダリストですから。ありがとうございます。1回戦と2回戦はエボレスを使ってたんですけど、1回戦はちょっとだけガム使ったんですけど、決勝は、あ、準決勝と決勝は トラウトガムのカレーですね。これです。で、いつもカレー使うんですけど、ちょっと棚が深そうだったんで、いつもよりちょっと重めのタングステンビーズ入れて早めに沈むようにして、で、ヌーンを50センチぐらい入れて、リーダーは 7X。 そう、ホールの釣りなんですよね。マーカーとかつけてないんで、ホールで釣ってるんですけど、新しいですか。そのホールで取るのに 7X のピペットの太さが一番なんか当たりが綺麗に出るんですよ。ただ今日決勝戦は魚が食わなかったんで、ピペットで取るのは諦めて、
ラインがもう引き込まれるまで待って釣ってました。そんな感じです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。この3人で、はい、ありがとうございます。